もう久保さんお若いですよそろそろ。うん、また会いましょう。また会えますかね。会えますよ、いつでも。だって近いところで4月21日のあの JWP のボリソさん最後村山さん来ますよね。いやー言えないかもしれない。言えないかもしれないんです。ボリソさん最後だからもうあのボリソさん最後だからマツコ応援しろボリソさんって。ボリソさんってお願いします。ボリソさんボリソさんボリソさんって。でね、あの私こもしかボリソさんが無差別のままあじゃあピアジェの無差別のチャンピオンのまま最後メインイベントやるときは日本コールやめようと思うんですよ。日本君が代を歌った後日本コールやめようと思う。あの本当にあれ品種かあれあと本当にまたがいろいろ書かれたからね。 あいつ空気4番のやつだったからね。ピアジェの神聖なあジェザピーの神聖な無差別の時にプロの歌手が君が歌った後にその後日本語日本パパパ日本パパってコールがやったんですよ。たらみんな爆笑で あれ確か村山さんあの時言いましたよ。村山さんも笑ってましたよ。あれで、ね、あれあとネットに悪口あいつ空気読まないやつだとかねやったかあれだもん。あそこ日本コールやったの、うん、だから今度は見ようと思ってね。やめますか、うん、やってくださいよ。いややめますよ。だボリショーさん嫌われたらボリショーさんに嫌われたらないですもん。ボリショーさんボリショーさん昔から知ってるからね本当に。で今後もボディビルでも応援することあるで会えるしブルソーさんには。でブルソーさん考えてみたら名古屋あの今度の JWP の名古屋大会は最後じゃないんですよ。4月17日の仙台女子の名古屋大会にもブルソーさん来ることが分かったんですよ。だからブルソーさん名古屋でももうまだ2回見れるし、あこれねベルト消えちゃってね、こちら2回目ですし。でブルソーさんあのピアジェが名古屋である時は夜あのフラットってか名古屋のライブハウスでボリソさんのライブをやるんですよ9時から。で夜大日本プロレス見てその後タクシー飛ばしてライブハウスまで行ってボリソさんのライブ見て1日だからもう予約したんでしょ。ボリソさんのライブ見るってことで名古屋で、うん、